静岡学園高校対磐田東のゲーム、今試合が始まりました。画面左から右に向かって攻めるのが緑色のユニフォーム静岡学園高校、一方右から左に攻めるのがブルーのユニフォーム磐田東高校です。さあそしてコーナーキック、先制点のチャンス、ストレート性のボール、4番の松本ヘディング、決まった。前半40分、なんとなんと先制ゴールは磐田東高校、4番の松本がヘディングで合わせました。ピンポイントで合わせましたね、はい、そして得たコーナーキック、静岡学園ヘディング、決まった。静岡学園同点、静岡学園が同点に成功。みたいなのが、さあ静岡学園右サイド崩していく田島朝日、ヘディング、流れの中で決めた、2点目、追加点は静岡学園、逆転に成功。野田が持ち上がって、はい、最後はもう一度野田、そうです、何メートル走ったんですか、80メートルぐらい走ってますよね、すごい。今目安の4分台に突入しました。静岡学園高校、今試合終了のホイッスル、ベスト4進出を決めています。